どうも皆さんこんにちは。テラリア、やっていくわ。それで今回はまず録画外で建てたものの紹介していこうかな。パイロンが増えてますね。これは、聖なるバイオームですか？そうね。ここには計4つの家を建てたわ。まず真ん中のこれ、魔法使いの家ね。確か以前実況してたマイクラのモッドがこんな感じでしたね。そして次はその右、病院ね。松明がピンク色なのはなぜでしょうか？なんか特別なアイテムの効果で私設置した松明がその設置した場所に応じて見た目が変わっちゃうのよね。まあオフにできるんだけど、建築した時はそれ知らなかったからこうなったわ。決してなあれじゃないわ。ちなみにここにいる NPC は魔法使い、魔法関連のアイテムを売ってるわね。そして病院にいるナースは回復をしてくれるわ。字幕に悪意しか感じないんですが。じゃあ元気にしてつ。そして左奥にもう一軒ありますね。これはパーティーガール。まあつまりパリピよ。攻略には関係ないけど花火とかそういうアイテムを売ってるわ。花火ですか？大量に用意して花火大会とかやっても面白そうですね。そして次は雪原のメカニックの家ね。なんか簡素すぎません。本当はもっとごちゃごちゃさせて倉庫っぽくしたかったんだけど、めんどくさくなったからやめたわ。しっかり最後までやりましょうよ。ここに住んでる NPC はメカニック、前に紹介したかな？そして次は砂漠ね。以前はあの意味不明なサボテンの生えてたところですね。はい、見てこの完璧なスフィンクス。スフィンクスが切れて呪ってきそうなクオリティですね。完璧だと思うんだけどな。なんでしょうね、隣のサボテンがマシに見えてきました。ちなみにここの NPC はスチームパンカー。これもざっくり回路系ね。そして最後はジャングルの家ね。なんというか秘密基地感ありますね。イメージ森の奥底に住んでる怪しげな魔法使いの家って感じだわ。これで全てですかね？そうね。それじゃあ今回はこのままジャングルでプランテラを探すわ。と、ジャングル特有の鉱石発見。確かクロロファイトでしたっけ？そうね。これを掘るにはメカニカルボスが落とした3種類のソウルとハロードインゴットを合わせて作れるツルハシが必要だわ。お、そして早速プランテラを召喚するためのやつ見つけたわ。そしてその途中で私も合流したわよ。おっと、今回で登場が最後になるアリスさんじゃないですか。ちょっと待ってすごい。ってことで早速プランテラ召喚。プランテラ、花のつぼみのようなボスですね。足場は前の女王蜂の時のやつを再利用するわ。さっきの発言が気になりすぎて話が全く入ってこないんだけど。まあとりあえず前に浮上隔離する時に開けた穴を登っていってっと。ただ移動速度がかなり遅いので全然画面に映りませんね。生の肉とかこの辺に置いたら高速でこっち来たりしないかな。それはそれで怖いんだけど。で、あれ、プランテラの HP バーが消えた？プランテラさん、あ、もしかして私たちの威圧感だけで倒しちゃった？これもしかして画面内に一定時間映しておいてあげないと消えちゃう感じかな。ですが近すぎるとこれ戦闘場行く前にやられちゃいますね。つまり近からず遠からずの距離感が大事ってことね。ということはプランテラ戦は恋愛そのものってことね。恋の駆け引きだったのか。毎日会っててもマンネリ化しちゃうけど合わなすぎたら愛は消えてしまうからね。そのバランスを保てた時にこそ本当の愛を実感できるってことよ。ごめん全体的に意味わかんないや。そして探索してたら日食イベント始まっちゃったわ。まあかなりの数クロロファイト集まったし、とりあえず私分のクロロファイト防具作っちゃうわ。クロロファイト防具は頭の上に水晶を出し、頭の中にダイナマイトが。ボルガ博士、お許しください。その水晶が敵を攻撃してくれるといったアイテムですね。こっちの方に変な敵来たんだけど。これはモスロインね。このイベントのボス的な存在だわ。というか画面すっごい緑なんだけど。これは私の使ってるダースライフルという武器で放った矢の効果ですね。というかこのモスロインは突進しかしてこない感じかな。いや、卵を産んでモスロインの子供っていう敵を出すわ。まあ卵の状態でも攻撃できて卵壊せばそれは生まれないから優先して壊すべきね。そしてさらっと定点カメラ化する撮影者。みんな頑張れ。あ、そういえばさっきの敵がこんなものをドロップしましたよ。壊れた英雄の剣？これモスロンの限定ドロップよ。しかもこれ使えばトップクラスの剣を作れるのよ。ってことで早速それとエクスカリバーを合わせて、ブルーエクスカリバー。日本語化だと新エクスカリバーになってるね。その言い方だとちょっといないれっぽいよね。貝とか芯とかありましたね、そういえば。ちなみにこれはこんな感じでまっすぐ魔法を飛ばす魔法剣よ。これならプランテラも結構楽勝そうね。そう思っていた頃が、霊夢たちにもあったんだにょん。よし、プランテラのつぼみ発見したわ。装備もまあまあ整ってますし、先ほどは事故でいなくなってしまいましたが今回は勝てそうですね。まあある程度の距離を保ちながら行かないとね。倒されない程度にいなくならない距離ね。まあ恋愛マスターの私にかかれば完璧よ。不安要素しかないんですが。消えたー。即落ちに駒。
ですよ。よし、今度はしっかり戦えてる。でも二人のリスポーン時間稼ぐためにちょっと逃げないとかな。ちなみにリスチはもうジャングルのとこに固定しちゃったわ。どうしてもゾンビ戦法になっちゃうけど、まあマルチだし仕方ないね。はい、消えた。三度目の正直、もうさすがに距離感掴んだわよ。二度あることは三度ある。まあさすがにそろそろ疲れてきましたしね。倒しましょう。見つけるのだけでも一苦労だけど、その後がほんとしんどいからね。中の人全員半切れ気味で探してるしね。むしろそうなってまで探す気力がすごいですね。まあでも今回なら平気よ。画面内には捉えてるわ。さすがに画面に映してる状態じゃ消えないでしょうしね。しかもここから戦闘場までの道はちゃんと作ってあるしね。今回ならいける。これでやっと戦闘開始できるわ。今度こそプランテラ、ノーコンティニューでクリアしてやる。また消えたー。知ってた。もうやだ。メンタルに来るよこれ。負けられない戦いが、そこにはある。今度は運ぶの成功したわ。今度こそ勝負よ、プランテラ。なんで霊夢さんカカシと遊んでるんですか？これも作戦のうちよ。私のブレードターンの防御下げるやつは敵に攻撃がヒットした時にしか出ない。だから本来敵に接近する必要のあるリスクのある武器だったのよ。それをカカシを殴ってあの放物線魔法だけをうまいことボスに当てればノーリスクってことね。カカシがちょっとかわいそうだけどね。今の私にそんな感情はもはやない。今あるのはプランテラに対する怒り。この力で私はアサルト霊夢になったのよ。そしてその怒りをまたカカシにぶつけていくと。ちなみにこの時の動画班の雰囲気多分ホカゲーのランクとかやってた時並みだったんじゃないかな。全員かなりプランテラにヘイト溜まってたものね。ちなみにこの撮影も概要欄のディスコードサーバーでやってたので参加お願いします。安定と信頼の唐突な宣伝。おっと、ここで私やられちゃったわね。私も厳しそうかも。ですがプランテラは第二形態に入りましたね。小さな敵が大量にいて厄介ですが、アークスターで全員まとめて吹っ飛ばします。そんなものはこの世界にないけどね。そして全員復活。でもリスチが近すぎた感じ否めないわね。リスポーンしてすぐにダメージもらっちゃうね。でもボスも体力かなり減ってるし、ラストスパートよ。とまあその後二人がやられたからちょっと時間稼いだわ。プランテラは時間制限ないから、心置きなくゾンビになれるわね。心置きなくゾンビになる。でもこれ私ブルーエクスカリバー作っておいて正解だったわね。かなり当てやすいわ。そしてここで私も復活です。でも私の体力がまずいかも。あとは、頼んだ。わよ。というか、いい位置で定点カメラになれたわね、私。じゃあ、そのまましっかり撮影しておいてくださいね。雲の上からしっかり撮影しておくわよ。マリオ64のジュゲムかな？残り体力500。いける頑張れ。やったー。あ、また敵の攻撃。なんかデジャブ感じるなー。また勝負に勝って試合に負けたわね。いやでも今までのボス戦の中で一番達成感あるわね。まあ実際このボスに1時間ほどかかってますからね。主に戦闘以外のところで。ってことで早速思考の戦利品確認タイムね。まずエキスパート限定アイテムが奉仕。奉仕、まあ読み方わからないけど周囲の敵に攻撃できる奉仕を出すアイテムだわ。周りに飛んでるこの緑のやつですね。そしてシードラーっていう剣、これは手榴弾的なのを発射できるわね。そして次はフックショットに魔法ね。この魔法は前マリサが使ってた汚いクリスタルの破片と同じ感じのやつね。そしてプランテラを倒してダンジョンの敵が強化されたから来たわ。ただかなりの数敵が増えたので説明してたらキリなさそうですね。であれ、今倒したでかい頭蓋骨のところに変なもの落ちてるわね。名前的に槍みたいね。これは確か今回のアップデで追加された特殊な槍で、自分の移動速度に応じて威力が変わった技です。まあ今回ダンジョンに来た目的はこれじゃないのよね。前ドロップした特殊な鍵、これがプランテラ倒すと使えるようになるからそれで宝箱開けに来たわ。中にはそれに応じた特殊アイテムが入ってるわね。これはレインボーガンっていう魔法ね。一定時間その場に残留する虹で敵に攻撃できるわ。というか下の敵の数すごいですね。でもこれ奉仕のアクセサリーすっごい強いわよ。この奉仕だけでほとんどの敵倒せるわね。そして次は氷のバイオームの宝箱ね。ここにはためためしたフロストヒドラの杖が入ってるわね。もうそのネタは時効にしてくださいよ。これは召喚武器って感じね。かっこいいドラゴンを出して戦わせるわ。そして最後は不浄の地のやつね。スカージオブコラプターよ。投げ槍となってはいますが、ほぼ魔法みたいな感じですねこれ。まっすぐと槍を飛ばしてそれが壁か敵に当たったら分裂。分裂した小さなやつは追尾性能があるって感じね。他にも2種類宝箱はあるけどまだそっちの鍵はゲットしてないわね。
それじゃあ最後は動画外での出来事流して終わるわ。まずはこれ、死神の釜ゲットね。これは壁貫通して攻撃できる特殊な魔法剣よ。壁貫通はかなり強力よね。そしてさらに壊れた英雄の剣がもう一個落ちたわ。だからこれを使ってナイトエッジをブルーナイトエッジに、そしてさらにブルーエクスカリバーとこれを合わせてテラブレードっていう最強クラスの剣ができるわ。一応これと同じ感じの性能でこれより威力高いやつあるんだけど、1フレームに出す火力で言うとこっちの方が強いらしいわ。さて、それじゃ今回はここで終わるわ。ってことでじゃあねアリス。待って、その剣忘れてたんだけど私。まあ理由は単純だわ。中の人の都合よ。まあめたい話ではありますが、私たちそれぞれに中の人がいるわけですしね。そういうことね。視聴者さんには申し訳ないけどこればっかりは勘弁してほしいわ。また出番なくなっちゃうのね私。まあまたいつか出れると信じて、皆さんご視聴ありがとうございました。3、2、1。チャオ。